はい、どうも、僕です。さあ、ということで、今回もドラクエトレジャーズ続きやっていきましょう。ということで、今回はですね、どこかまたね、探索をしていこうと思うんですが、その前に、前回かなりのお宝をゲットしたので、おそらく、ダンランクが上がったんじゃないかなと。で、ダンランクが上がったら、メインストーリーが進むので、ちょっと一旦見てみる。多分ね、総額アップで500万アップだから、あ、ギリいかないか、どうだ？いや、そんなギリギリなことある？無理でした。無理でしたけど、ただ、もうすぐ多分溜まると思うんで、じゃあちょっとお宝回収しつつ、で多分すぐにダンランク上がると思うんで、それでメインストーリー進めていくって感じにしようかな。最近ちょっとね、メインストーリーじゃなくて、お宝をね、探すのばっかりに重視しすぎていたんで、ね、新しいマップ。今回はサクサクやっていきたいなと思います。で、ちょうどね、ツバイザ草原が、スラペコさんがいたってことで、前回一応ちゃんとビッグハットは、スカウトに成功したので、今回はスラペコさんを仲間にするところからやっていこうかな。ただね、スカウトするのに必要なアイテムが足りなかったので、とりあえずそのアイテム回収しながらって感じになるかな。あ、シモーヌさんダッシュ覚えてるんだ。これ今回さ、ちょっとお宝的にあんまりぴったり度が高くないんで、ミワリン外してシモーヌさん連れていこっかな。これで一応 75% のぴったり度で、で、みんな使えるスキルもハイジャンプ、地面、ダッシュっていう感じ違うので、これでいこうかな。ちょっと滑空もね、欲しいっちゃ欲しいんだけど。お、ダッシュ、ダッシュタイプの探索連携を使うと移動速度がアップする。え、高いところから落ちても、え、そうなの？これ強いな。ダメージを受けなくなる。はあ。これはじゃあとりあえず使う感じでいこうかな。で、ツバイザ草原島。前回まだそんなに探索できなかったんで、お宝回収しながら、スラベコさん仲間にしつつ、素材も回収しつつみたいな、いろいろやっていこうか。あと、確か駅をまだね、一個も開通していなかったので、一個くらいは開通しようかな。あれも親衛隊の手助けをしよう。あー、これ、ここでできるんだ。で、参道前の駅。ここが、今度また復旧できる場所っぽいから、とりあえずここ向かおうかな。で、アネモア親衛隊の話もね、前回か前々回くらいにクエストでやったので、それもついでに解決できると一石二鳥だね。じゃ、行きますか。ちなみに一個気になる点としては、これダッシュってどんな感じ？行こう。はい。あ、もう、なるほどね。めちゃめちゃ単純。え、これだけ？これだけか。なんか、もっとスピードアップとかできないの？あんま、早いけど、早いけどみたいな。ああ、いいね。で、今使えない感じかな？オッケー。え、で、これ、ああ、で、降りることもできますと。ああ、で、しかも、結構長い間。ああ、でも、ダッシュしてる時間は、そこそこ長いから、悪くはないのか。頼むぜ、シモーヌさん。ああ、でも こう見ると早い。ちょ、お前、今乗ったばっかじゃん。今乗ったばっかだ。もったいね。で、どこ？見つけたと。橋の下とかかな。お、シモーヌさん。このやっぱり、柵越しみたいな感じになってんだね。わかりにくいね。同じじゃねえか、ほぼ。ほぼ同じじゃねえか。隣で見たのかな。で、これ、橋の下の草むら的な場所にあるっぽいから、場所としてはここら辺かな、それこそ。おっと、早すぎる。さ、本日最初のお宝は、何ですか？これは、石板？なんだ？なんだこいつ？ちょっとわかんなかったな。なんだ？四角い何か。参ります。不意打ち。そして、いけるか？不意打ち！よーし！不意打ちできんのマジ強すぎ。お、しかもまた新しいお宝の気配。これ何？ボミエ玉。器用さ？え？ボミエって素早さだよね。器用さ？器用さ関係なくない？ボミエに器用さって関係なくね？まあ、いっか。さ、続いてのお宝は、金色が多くていいね。こういうの高いもんね。これはレオパルドでしょ、どう見ても。これは、見た目わかりやすいレオパルド。完全に杖持ったなんか犬みたいなやつがいたもんね。翼の生やした。こんにちは。ここら辺の敵ってあれなんだね。なんか眠り意外と覚まさないね。全然覚まさない。なんかバレるかなみたいな。こんな横を通っても、シモーヌさんの足の静かさだったら全然バレない。すごいな。
で、ここだな、問題は。これもしかしてあれかな？前回、早いね、君たち見つけるのがちょっと先にやるか。これなんかこの間さ、駅復旧した時もなんか困ってる人いたけど、あれも実は親衛隊のクエストの一つだったりしたのかな？どうなんだろう。続いてのお宝は、どれだ？おわーん、わかりやすそう。どこかはわからないけど、多分近くに行ったらすぐにわかる場所だということはわかります。なんか掘ってるみたいな、こういう場所とかかな。ここですね。これはなんだ、イエロージェムかな。え、ヘビーオブジェ、なんかわからんけど、すごそう。重力を歪ませるほど重、え、どういうこと？重力を歪ませる？重力が歪むって何？じゃあなんか上に行っちゃうってこと？浮いちゃうってこと？さあ、そして、4つ目のお宝、また黄色。素晴らしい。ジャンク品じゃなくてちゃんとしたトレジャー。わからんけど、僕の予想だとゴレオン将軍。ドラゴンクエスト9に出てくる、ギュメイ将軍でもゲルニック将軍でもないハンマーを持った豚。あいつなんじゃないかなって思ったけど、でもどうだろう、ちょっと違うっぽい雰囲気もあったな。で、ここをまた直してほしいみたいな感じか。私はノーラ、こう見えて、アデモア様の親衛隊の隊員なのよ。私、この島を調査しているんだ。でも、ちょっと行き詰まっちゃって。島にある二つの石碑を調べたいんだけど、周りのモンスターが手強い。これは別に、列車は関係ない感じか？たまたまいるだけで。あなたはお宝ハンターね。よかったら、お願いを聞いてくれない？聞いてくれた調査している時に見つけたレア物の鍵。レア物の鍵？魔法の鍵とかそういう話？やるぜ。ありがとう。ノーラのお願い聞いてくれてありがとう。自分のことノーラっていうタイプなんだ。いや別にいいけどね、全然。石碑を見つけてその内容を教えてほしい。了解。二つの石碑の場所は、ビーナリア段丘とウィンガレイザンにあるの。なるほど。まあ、とりあえずそこ向かう感じでも、まあ、ちょっとレベル高そうだから、行くのはまた今度って感じになっちゃうかな。ねえ、ここにいる時点で強いって言ってんだもんな。見つけるのは大変かもしれないけど、俺もちゃんとしますと。了解。まあ、とりあえずでも、1個目の列車復旧したり、あとお宝を発見して、こう段のランク上げることが最優先事項なんで、まあ、行くのは今行くべきかちょっと悩むけど、まあ、戦闘用のメンバーとかもいるんで、今ちょっと探索系のメンバーなんで、そこも変える必要性ありそうだけど、じゃあここの駅ボットで、おそらく、前回もらったこのブラドクオーツを渡せば OK ね。で、残り1個。ヘビーオブジェ、さっき見つけたやつ、都合よく、めちゃめちゃ都合よくさっき見つけた。オッケー。で、これでまた、駅が復旧して、列車がやってくる。オッケー。せっかく列車来たから、一回帰って段ランク上げてもいいな。ねえ、ちょうど5000ゴールドくらいで段ランク上がるって感じだったから、多分今帰ればもう段ランクが上がると思うんで、ちょっとここら辺探索して、何もなかったら帰るわ。ジャンク品、本日初のジャンク品。怪しい影かわいいな。これスライムつむりの頭じゃね？スライムつむりの貝殻の部分みたいな。貝殻パーツ。おっとなんだ？どこだどこだ？さて、なんかドラゴンみたいなやつない？気になるのが多すぎる。で、これはなんだ？花みたいなやつがある。岩の近くに花みたいなやつがあって、そこだから、ここら辺じゃね、それこそ。こことかの裏じゃな。ほら、もう、近すぎてすぐ見つかっちゃうのよ。ドラキーマにもすぐ見つかっちゃうのよ。そして、さあ、5つ目のお宝は、なんかさっきまで4つ回収したと思ってたんだけど、3つっぽいね。悪棒だ！これは絶対悪棒だ。いいね。これドラキーマいけないか？アメリカス、不意打ち。で、あれよ。問題は気になっちゃうよね。ドクロ大臣がいるよー。ちょっと待って、でもさ、でもあん中にお宝があるだけか。ドクロ大臣は怖いな。ちょっと見つからないようにして、今は戦いたくない。なんだ？まあ、ホイビーだは微妙ですね。そうだ。あとね、ちょっと発見の時、今全然関係ないんだけど、発見の時に、なんかコイン見つけたっぽいんで、装備させよっかな。これか。なるほどね。HP がアップするっていうので、両方一緒なんだ。なるほど。じゃあ別に変える必要性ないか。まあ、つけてない二人につけとくみたいな感じにしようかな。シモーヌさんとかダッシュ要員として今後も使う可能性あるんで、つけておいてって感じにしようかな。まあ、メンバー変えるたびにコインつけるのもめんどくさいんで、まあ、気づいたらつけるくらいでいいかな。OK。で、
とりあえずまあ結構揃ってきたんで帰りますか。なんだまた早いな、お前たち見つけんの。次はどこだ。北側か。あれこれさっき行った場所だよね。あったあった。まだ遠そうだなとか言ってたけど、こんなところにあるじゃないか。オークキング、ちょっとレベル高くないですか。大丈夫ですか。オーケー。あ、でも意外とやっぱり倒せるようになってきたね。自分からダメージ食らっちゃった。オッケー。で、マジカルハットもちょちょいのちょいと。オッケー。なんかマジカルハットがさ、必要としていたアイテムが何か忘れちゃったんだけど、まだ回収できてない気がするんだよな。大丈夫かな。オッケー。まあ、最悪ね、別に今回、スラペコ仲間にしなきゃいけないわけじゃないんで、まあ、素材回収できたらくらいの感覚でいいかな。さ、ラストのお宝、こちらなんですか？ギズモじゃないの？ギズモじゃなかったら今のわからんよ、正直。あ、てかさ、そうだよね、シモールさん。いつもよりあれなんだ、お宝運べる個数1個多いんだ。有能だね、それは。めちゃめちゃ有能。本来だったら2つしか持てないんだけど、3つ持てるんだ。あー、しかし、さすがに乗りながら調べることはできないと、それくらいやってくれよ。別に、シモーヌさん人型なんだから、スイッチポチって押すくらいできるでしょ。さあ、帰ってまいりました。そして、今回の収穫を見ていこうか。お宝を鑑定しましょう。まあ、多分、だんだん上がるくらいのね。物は回収できたと思うんだけど。てか、なんだったらレジェンド品多かったから結構いいんじゃないの？ワルボーとかさ。これよ。何見てもわからん。あ、そっか、今一瞬思った旅の扉っぽいなって思ったけど、フロアマット。それはわからん、さすがに。フロアマットなんて言い始めた。なんでもあるよ、そんな。んなこと言ったらスライムのフロアマットって言ってさ、スライムの形したフロアマットあっても四角だからわからん。フロアマットということしか。一瞬で別の場所に移動できる床を描いたフロアマット。別に移動できるわけでもない。ただの、なんか、模様替えというか、家具というか、そんな感じ。やっぱり、君はレオパルド。これ高いんじゃないの？絶対高いでしょ。こんなの。安っ。え？どこかの世界の強そうなモンスターの層、めっちゃ抽象的だし。まあ、そこは別にいいんだけどさ、安っ。30万？この世界のものにしては安くないか。前回のさ、なんか装備品とかの方が80万、100万とかしてさ、レオパルドの像が30万。嘘でしょ。あ、ほら、ゴレオン将軍分かったの地味にすごくない？安いんじゃないの？まさか。レオパルドの方がなんでこんな安いの？いや、ゴレオンよりレオパルドでしょ。知らんけど、いや、同じくらいか。まあ、傷があったんかな、じゃあ。ある帝国の将軍として名を馳せたモンスターの中の一体を模したぞ。そうだね、3人いるからね。ゴレオン将軍高えな。まあ、高いって言っても僕の予想よりは若干安かったけどね。100万はまあするでしょみたいな価格だったんで。で、これよ、貝殻帽子。かわいい、35,000、安っ。まあ、そらそうだろうな。普通のモンスター、スライム潰れかぶんどったらそれだけ回収できるからね。硬い巻貝の貝殻をそのまま利用して帽子にしたもの。来た、ワルボー。これは高いでしょ。ワルボーさんよ。おー、これこれ、ちょっぴり意地悪な精霊の像。ちょっぴりじゃねえよ。クソ害悪プレイヤーです。で、あ、ギズモなんだ、本当に。おー、意外と安い。安いじゃない、高い。12万9000からの14万2000。おー、どこかの世界にいるモンスターの像、何その抽象的なんだよ。え、この世界にはいないの、ギズモって。あ、そういうことか。でもそういうことになるのかな。ほう。なるほど。あ、ギズモ高級なんだ、やっぱり。で、あ、レオパルドが傷ありえって、あ、まあまあそんなもんか。あ、ゴレオン将軍も傷ありか。なるほどね。で、逆にワルボは備品だったんだ。で、200万すっごいんだ、高っ。いやー、これは素晴らしいね。一歩ずつです。そして、ダンランクがアップしていく。ザクザクです。ザクザクです。ああ、すごい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 ことになっちゃった。ああ、ダラカップ。それなりお宝ハンター。まあ、そんな褒められてこれって。おーおー、いいね。加入希望者の上限も上がって、かすめ取る個数が、そんなことあんの？すご。これかすめ取りゾーンじゃない。取り力じゃん。で、コインの装備数も増えて、派遣パーティーが2、あ、もう素晴らしすぎる。外交員が、外交員もな、何から何まで意味がわからんけど、まあ、素晴らしいということはわかる。あ、じゃあこれストーリー進む感じか？お疲れ様です、マヤさん。さらにたくさんのお宝が集まりましたね。
ところで、実は紹介したいものがおりまして、あ、これあれかな？さっき言ってた外交官みたいな、私の古くからの友人なのです。おお、キラーマシン。はじめまして。マヤさん、私、外交官のリプロンと申しますね。外交員で何？トマソンに、あなた方のことを聞いて、お役に立つべくやってまいりました。私を通していただければ、遠くにいる他の、あー、それか。オンラインのやつね。なんか話には聞いてるわ。なんかオンラインでやって、お互いにお宝を見つけ合うみたいな、なんかいろいろできるんでしょ？段ランクをみんなで共有するみたいな、いろいろあるっぽいけど、まあ、今別にやるね、別にストーリー上は関係ないって感じかな。好きなお宝を好きな場所に隠したり、他の団が隠したお宝を探したりできますよ。そうだね。お申し付けくださいね。ご用の時は私にいつでも申し付けくださいね。わかりました。他の団と交流できるようになった外交員ディプロに話しかけてみよう。あ、でもこれだけか。団ランク上がって増えたのは。お願いします。外交のことが気になるようでしたら、ぜひ彼の話を聞いてあげてくださいって感じ。おお、そうです。お、遊玉の迷宮で扉を見ていた親方さんから連絡がありました。地下に行ってみてください。ほう、これは行きたいね。すぐそちら行ってみてください。わかりました。あ、もう行っちゃう感じ。遊玉の迷宮にいる親方のところへ向かった。これさ、またダンジョンみたいな感じになってんのかな。モンスター連れていく感じか、それとも単身で行く感じか、どうなんだろう。空いてるね。流玉の迷宮。結構早めに行けるんだね。ブルー。ブルー。おう。扉ぶっ壊しといたぞ。めちゃめちゃ流暢に喋ってる。ブブ。見事に壊れてるね。先へと進めるようになったブー。いや、もう行くの？まだ僕行くとは一言も言ってないけど。ゴリゴリ。旅の扉のようだ。旅の扉があるね。一体どこへ繋がってるんだブー。危険もありそうだけど、お宝もあるかも。入るな、ちゃんと準備をしていくブ。あー、やっぱこれ結構長くなるのかな。どうなんだろう。長くなるのは結構考えもんだけど、どうした？どうした奥？んブ、何かあったのかな。後で親方の様子を見てみるブー。親方？親方どうしたんですか？遊玉の迷宮を冒険できるようになった。冒険できるようになったって、これなんかさ、不思議のダンジョンみたいな感じで変わったりすんのかな。地上に戻りたいときは脱出を使う。了解です。で、親方はどうした？親方一体どこへ。キラリも普通にいる。当たり前のように。これはまた新しい何かって感じか。ブオ、この下に何かがありそうだな。ブルル、時間が、あ、やっぱりか。段ランクが上がったらまたなんか新しくなったりすんのかな。時間がかかりそうだが、ホールか。お前他のことをやっててくれ。ブルルン、もし地上へ戻りたいな、広場へ戻ると、早いぜと。了解です。はぁ、キラリお前、当たり前のようにそこにいるけど。んで、ここのお宝は？これは、おー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 、ありがたい感じかな。で、これは？ブラドクオーツ、こんなとこにあったんか。あー、だから、こんな感じで、あ、2個でかいな。ってなると、あと1個ゲットすれば、3つ必要な場所とかだったら解放できるって感じか。あ、でも5個必要なんだっけ。じゃ、まだまだだね。まあ、ストーリー進めたら、こんな感じで入手することができると。で、これは何やら古めかしい文字が刻まれている。マヤには読むことができなかった。これは、誰かに解読してもらわないといけない感じかな。え、でもこれさ、調べたらさ、適正レベル10。まあ、10だったらいけるか。ちょっと待って、みんなのレベルは今 ?17、16、16。じゃあいけるか。いや、なんかさ、スラペコ仲間にして、新しい仲間を増やしてから行ってもいいかなって思ったけど、まあ、10だったらさすがに、まあ、一回行っちゃっても別に、そこまで気にしなくても大丈夫そう。うん。旅の扉に入ります。まあ、いけるっしょ。10だよ。17あればいけるでしょ、全然余裕で。まあ、そのね、雑魚モンスターだけじゃなくて、なんかボスモンスターとかもいるかもしんないけど、来たな。これあれかだから、なんかね、事前情報でなんとなく見たんだけど、なんか宝の地図という要素があるらしいんだけど、それに近い感じかな。ダンジョン入っていって、階層進んでいって、
で、なんかちっこいモンスターとかが出てくるよね。そういうことだよね。マーブルスライム、トンブレロ、ドラキ。まあでも敵はそんなに強い感じじゃないのかな。マーブルスライムとか弱いもんね。いけるいけるいける。で、ここのトンブレロもいける。オーケー。で、ラスト1体。ドラキもこれで終わりだ。よしよしよし。まあ今回せっかくだから、溜まってるんで、ロマン技これも使ってもいいかもね。敵がいるようだったら強いやつが。じゃあ次。まあここら辺はでも倒さなくてもいいかな。ロマン技ではさすがに。さて、アルケミストンとデビルドラキ。デビルドラキ？そんなんいるんだ。デビルドラキは知らないな。で、まあ、アルケミストンも仲間にはしてないんで、まあ、仲間になるんだったらしたいけど、まあ、さすがに、お前回復するのか。アルケミストンなかなか厄介だな。聞いた、ナイス、デビル、デビルドラキ仲間にできたのでかい。あ、しかも二人？頼む、来い、おめえも仲間になれ。さすがにならないか。あ、でもいいね。デビルド、ドラキーが仲間になったのは、めちゃめちゃでかい。よし。じゃあ次は、3フロア目かな。で、まあ、大体どんくらい続くんだろうね。スライムベスト、デビルドラキー。スライムベストは確か仲間にしてなかったかな。適当に攻撃していれば、倒せる感じだね。毒になっちゃうのが痛いな。毒はね、こっちの防御とか関係なくダメージ食らっちゃうから。スライムベスト最高だ。このダンジョン最高だぜ。次のフラ行っちゃうぜ。毒治らないまま行っちゃおうぜ。そして次はなんだ。マーブルスライムとデビルドラキーと、アルケミスト。アルケミストは仲間にしたいかな。まあ、最悪こんな感じで遠距離攻撃していればいい感じに蓄積できてオッケー。いやー楽勝だね。そして次のフラどんどん行っちゃうよ。そろそろワンチャン終わる。まだか。スライムとデビルドラキーとアルケミスト全然編成が変わらんし、スライムとか弱体化してない？そしていい感じにみんなでダメージを与えて余裕すぎる。あ、素晴らしい。アルケミストもこれで初めての仲間になった。これでもう全員スカウトできたかな。いやーいいね、ありがたいね。まあ、スカウト成功率が上がってる感じはやっぱするよね。来た。これでなんかさ、バフだかデバフだかかかるんじゃないの。はい。炎の力が満ちていく。仲間たちはブレイズホースになった。ブレイズホース、え、ファイヤーホースとかアイスホースじゃなくてブレイズホース。ブレイズホースって何？え、なんか熱い、やけどされた。おい助けてくれ、死にたくねえよこんな。お、炎が全然効かない。これがメラメラの実の能力者ってこと？炎に体を包まれても何も意味がない。お、でも敵は普通って感じか。あ、明治ドラキーだから、こいつとか炎、いや別に効くわけでもないし、なんだったらなんかマヌーサかかった？なんかわからんけど、全然当たんないんだけどね。全然当たんないんだ、きつ。やめてください、本当に。致命傷すぎる、僕にとって。あ、でもこれでいけるか？あ？終わった？余裕すぎる。明治ドラキーは仲間にはならないと。あいつ、スライムベス2体、もうどんどん弱体化してない？それとスライムベス、いや弱いよね。どう考えてもアルケミストンとデビルドラキーの2体分の力は絶対持ってないって。確実に編成ミスってる。こいつら一番最初に出すべきだもん。で、次の扉が現れます。あ、待てよ、なるほど、そんな感じで来るのね。これまあでも行っちゃっていいか別に。よし参ります。強敵の気配がする。旅の扉に入ります。さて、この先になんか強大なボスがいたりするんじゃないよ。ボスとかね、まだ戦っ、来た、ゴールデンタイダス。来たな、お前か。お前のコイン、この間ゲットしたぞ。そういうことだったのか。お前だったんだな。お前がゴールデンタイダス。じゃ、こいつを倒せば回収できる可能性もあるのか。前回一応お宝でね、ゴールデンタイダスのコインはゲットできたんだけど、今回こいつを倒せば、報酬としていただける可能性ある。さあ、しっかり、あ、でも半分。早いね。弱いんじゃないの、君。じゃ、そろそろ行っちゃいますか。こいつ、ロマン技。初めて見る。ギガブレイク。来た。そんなことできるんですか、シモンヌさん。素晴らしい火力。これで終わらせる。ロマン技最高だ。いや、まだね、裏でも、ドラキーの、ロマン技しか見たことがなかったんで、なるほどね、ギガブレイクか。ゴールデンタイダスをやっつけた。ギガ系って勇者しか使えないじゃないの？オッケー。んで？あ、でもギガ系は別に使えるのか。はいはい。電気系か使えないのは。あ、でもクリアタイムはそんなに早くない感じかな？あん、さまよい鎧のコイン。さすがにやっぱりゴールデンタイタスのコインはもらえないんだ。そう考えると逆に嬉しいわ。
今の時点で持っているという優越感があるから、敵は何かを落としておった。ブラドクォーツ5個。おい、それ先に言ってくれよ。解放したかった。駅がいっぱいあるんです、僕。ブラドクォーツ。ちょっとどこを復旧しよっか。これで一箇所は直せるようになったわけだけど。で、謎のお宝が回収できる。これなんだ？おーい！あ、カミュー。来たんだ。僕一人に行かせやがって。どうせ来るんだったら一緒に来たかったよ。おい、マヤ。旅の扉の先に行くと聞いて面白そうだし、俺も来てみたぞ。あ、なんだかすごそうな宝箱だな。早速開けてみろよ。なんだろう。でも竜の秘石とかじゃないよね。七つの竜石。さすがにこんな簡単には。もしかして、あ、石板か。この中にあるのって、例の石板じゃない？ブブ。それじゃあまた七つの竜石のことが何かわかるかもしれないブー。読んでみるわね。それじゃあ読んでみるわね。でもなんか石板ってそんな詳しいこと書かれてたっけ？竜の角。炎を吹き上げし、山の大樽。赤き大巨人が、その身に宿す。わかんないね、やっぱり。こう書かれてもわからんし、多分適当に探索すればいつか見つかる。だから、いらない石板は。みょーん。今の情報は7つの流石のうちの、角の流石で間違いないわ。まあ、なんか、ね、そんな感じだったよね。角とか言ってたし。あ、なんかイラストもそんな感じだったから。ブー。炎を吹き上げし山があるのって、セナック火山島のことだと思うブー。僕がまだ唯一行ってない場所を。いや、てかまだ行けないのかどうなんだろう。ミュミュ。そこのどこかにいる赤き大巨人っていうのが、角の竜石を持っているのかしら。なんだか強そうだけど、七つの竜石のために行くしかなさそうね。迷宮の石板に。これは、あ、もしかしそういうことか。これがないと、流石ってゲットできないのか？っていうのをさ、前回の1をゲットした後に、ファスカル島に行ったら、ちょうどファスカル島で、7つの流石の一つ、この間持ち逃げされちゃったやつを、市電の牙である、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、誰か女性の方が持ってたんだよね。だから、これで、何かゲットできるようになったみたいな、フラグが立ったみたいな感じなのかな？なるほど。んで、これでとりあえずここはオッケーってこと？旅の扉のダンジョンを後にした。じゃあこれさ、あ、設定する？まあ、今度行くから今はいい気もするけど、まあ、設定すっか。オッケー。巨人の角を目的に設定しました。了解です。まあ、次回か今回かわかんないけど、行くことになると思うんで絶対に。そのタイミングでじゃあ回収するか。はい。これで終わったけど、ああ、ありがとうございます。いつもいつもね、本当に。こんな何ですか？またですか？うん、そんな湿っちゃうって、そんなふきふきしてたら、この姫君との結婚。安いなてか今考えるとこれ。で、多分、ああ、トレジャーが新しく設定されて、まあ今までのトレジャーはね、まあ結局、なんといっても段ランク上げることしかなかったんで、まあ別にいいんだけど、で、ここね、おそらく、クエストをクリアしていくと、ここが解放されてみたいな感じなのかな？なるほどね。じゃあ、とりあえず地上戻るか。よし。とりあえず戻ってきました。まあ、お宝とか回収したわけじゃないんで、トレジャーランクとか上がんないわけでね。で、クエストが、あ、なるほどね。巨人の角。で、迷宮の探索。探索は一応 B1 階の旅の扉をクリアしたから、今やることはない。で、段を大きくで、4まで上げて次6か。なるほどね。じゃ、5はまだなんだ。じゃあ次回このセナック火山島行く感じにしようかな。で、今回まだちょっと時間余ってるんで、スラペコさんを仲間にするべくちょっと探索とか行ってこようかな。はい。加入希望者は新しく、なんか虹色。え？なんかすごそう。めっちゃ虹色に輝いてる。これ強そう。で、この3人は特に加入できるわけではない。で、マット。あ、そっか。回収できたんだね、ちゃんと。潮風草だっけ？そうだね。潮風草回収できたんで、これでとりあえず、マジックハットだっけ？こいつをまず仲間にできるマットさん。この子をスラペコに渡せばいいって感じかな？オッケー。あ、すごい。ドラクエ3の僧侶。
の像、その2、その2ってない、その1があるの。なんか派遣でね、行ってもらった人が、ソウルの像を持ち帰ったっぽいんだけど、その1はあれかな？男バージョンってことかな？確か男女別で分かれていたはずなんで、って感じか。なるほどね。そんなもんだ。OKさ、ありがとう。で、いろいろ持ち帰ってくれて、あーでもさすがに精霊石は持ち帰ってないか。そう、一応氷のね、氷河の駅まで持って行って、行ってもらってて、精霊の石があれば、それこそちょうどね、前回デビルウェポンを作り出すために必要な精霊の石が欲しかったんだけど、さすがにそれは持ってきてくれていないと。ちなみにこれってなんかあんの？改めまして。マヤさん、私外交員のディプロスと申します。ここで別になんかでもさ、やることにメリットってあんの？メリットって言い方良くないけど。まあその楽しむためだけだったら別に今やんなくていいかなって思って、クリア後くらいでいいかなって思ったんだけど、プライバシーポリシー？なんか、レプリカが回収できるんだって。それくらいだったわ、今できることとしては。じゃあ、とりあえず向かいますか、セラペコのところ。うわ。もうなんかみんなが弱く見える。青色に見えるもん。みんなが青色に見えるってことはすなわち、みんなが僕より格下になってしまったということ。悲しいな。そして今回アイスゴレム連れてきました。こいつハイジャンプ使えるんだけどさ、いつものスライムよりハイジャンプしてくれそうじゃない？わーお！わかんねえ。どうなんだろう、いつもより高いのかな。多分高くないと思う。さあ、じゃあ、スラペコさんにとりあえずトンブレロじゃなくて、誰だっけ、なんだっけ、マジカルハットだっけ、違う、なんだ、やつを渡す感じになるかな。食堂やるなら人手がいるわ。あんた、働いてくれる子、用意できる？そうね。あ、マジカルハットで合ってたわ。ビッグハットかなって思ったけど、マジカルハットだったわ。マジカルハットがいたら、役に立ってくれそうだわね。あらあら、もしかして、マジカルハットを見つけてくれたの？そうなの？マジカルハットを引き渡すの、あなたに。はい、これあげる。なんか、知らない人です、これ、はい。いらないです。ひどい。ありがとう。この子なら食堂で役に立ってくれそうだわ。私はカンパニーがあった島に向かうわね。受付に通せばいいのかしら。開店の準備は進めておくから、あんたも早く来なさいね。あ、これで OK？ やった！で、これで食堂ができるから、仲間にできるキャラクターも必然的に増えるわけよ。これが一番欲しかった、正直、本当に。さて、これで来たんじゃないの？新しいことがありそうですよ。新しいことありますよ。そう、新しい施設の追加、報告可能。以降、ツバイド草原寺までスラペコを連れてくる。OK。スラペコさんが、大向けの食堂を開くための、ために、こちらへ来てくれましたよ。美味しいものを食べれば、大の皆さんの宝探しもはかどりそうですね。今、開店の準備をしてもらってます。そろそろ一息つける頃かと。ほう。あ、じゃ、来る？あ？スラペコさんが戻ってきたみたいです。あ、来た！でっか。いやー、あんたかい。食堂の開店準備はバッチリだよ。やったー。やったー。それじゃあすぐに食堂始めちゃってくださーい。はい。どこにいるんだろう。はいはい。これからは美味しいもの、たーんと食べさせてあげるからね。ダンダダンの拠点で、スラペコ食堂が営業開始した。来た！これで、どうなるんだろう。でっか、ほんとに。もうそこギリギリだね。あとちょっとで、あそこ通れなかったもん。食堂がオープンしましたよ。どんなメニューがあるのか楽しみですね。スラペコ食堂ご利用の際は、私に話しかける。あ、そうなんだ。なるほどね。じゃ、もうほとんどセシリーなんだね。了解です。ありがとうございます。で、新しいことがあります。来た！食堂！これで、いけんのか？注目来た！注文ラブーに聞こえたわ。注目ラブーが。仲間を強化するための料理を手に入れよう。レパートリーを増やすためにはレシピが必要です。オッケーです。で、料理を作る、買うってあるけど、買うで？あ、いっぱいあるんだ。体勢アップ、能力アップ、すべて。ここら辺で、もしかしたら、一個くらい、ないか、ね、彼らを仲間にするための料理があるかなって思ったんだけど、じゃあ作んなきゃいけないのね。なるほど。で、来た！これが必要なのよ。必要なのは、二つ必要だったはずで、ちょうどある。さえずりの蜜の青バージョンみたいなやつ。で、これは？うん。ここら辺は何だろう？
新しいレシピでゲットできたやつか、それとも仲間をするのに必要なやつかわかんないけど、まあ、とりあえずこれは必要だったはず。オイルジュース、一応いっぱいいるんだけど、あ、ダンの評判聞いてきた人もいるんだ。なるほどね。で、仲間にできるキャラ、あ、これさっきなかった。これもいけそうだね。まあ、卵がないけど。で、肉料理、サラダみたいなやつ。で、あとは、あ、これオイルジュースだよね。来た来た来た。これ、これはいける。で、あと他の人は、まあ、サラダみたいなやつを、クラウンとルボルンは欲している。なるほど。あ、これだ。あ、なるほどね。あ、じゃあ、ここにあるやつ全部必要なんだ。じゃあ、作っちゃおうか。まずこれ1個作りまーす。召し上がれ。召し上がりま、え、召し上がっちゃうの？あ、びっくりした。作るだけだよね。今食うわけじゃないよね。物理攻撃の耐性がアップするキラーマシン族の鉱物料理。オッケー。んで、あとは、これも、3つ作りたいな。いけるか？オッケー。召し上がり。召し上がりまーす。これで作ったことによって、キングスライムとクイーンスライムを仲間にできる。で、これがキラーパンサーが必要だったやつだけど、ちょっと一旦仲間にするか。素材使った結果仲間にできないのが一番嫌なんで。で、これで、とりあえず今一番仲間にしたい、あいついけるよね。え？ちょうどこれに使っちゃった。ルボルンとクラウン。まあ、でもルボルンが仲間にできるんだったら最悪いっか。うん、オッケー。頼りにしてっかな。でけー。え？ルルルルルンって、え？男？男か、それともめっちゃ声低いタイプ？いや、めっちゃ声低いタイプなんだろうけど、クイーンって言ってるくらいだから、ルルルルルンって見た目で判断しちゃいけないってことなのかな。クイーンスライムさん、いいですね。これで逆にキングスライムがめっちゃ可愛い声でみたいな、そういうなんかいろいろ配慮してますよみたいな感じになるのかな。あ、この子も仲間にできるんだ。じゃあこれは普通にシンプル仲間にする感じでいこうかな。あ、かわいい。ドラドラ。どう、そうだよな。キキよりドラドラの方がドラキー感あるよな。トガリが仲間に加わった。尖ってそう。なんか、尖ったネタとかいっぱいやってそう。芸人さんに尖ったネタいっぱいやるみたいな、シュールネタいっぱいやってるみたいな感じなんかな。で、あー、もうここら辺のサンドフルーツかな、これは。ちょっとわかんないけど。あ、サンドフルーツだ。サンドフルーツってどこ？クフィ砂漠島か。じゃあちょっとここら辺もね、後々クフィ砂漠島で回収しないと仲間にならない感じだと思うんで。うわー、でも、もう仲間になれるっていう時点でも僕は嬉しいわ。あ、どうした？かわいい。かわいすぎる。どうしたお前？なんか体調悪そう。大丈夫かなこいつ？そんな、どうやって撃てんのお前？お前翼でさ、羽で動かして浮いてるんじゃないの？あ、違う。お前、尻尾を電柱に巻くことによって浮いてる、お前。なんだこいつ。あまりにも可愛すぎるんだが。よし。じゃあ、サンドフルーツ探すついでに、クフィ砂漠島のもう一つの域、解放しに行こうか。ね。ちょうどブラドクォーツ回収できたんで、それもいけると思うし、まあ、さっき言ったけどサンドフルーツも回収できるし、あとクイーンスライムもね、ちょっと見てみたいんで。行ってきまーす。クイーンスライムが、あ、いるー。完全にスラペコを連れて行っているように見えるけど。で、今回行く場所なんだけど、まあ、今回ラストね、ここ、風岬の駅、ここに行きたいんだけど、まあ、前回ちょうどね、あ、ここもアニモアの親衛隊なんだ、やっぱり。なるほどね。で、ここの駅行くのがめちゃめちゃ前回大変だったんだけど、まあ、一回行ったことによって、まあ、だいぶね、慣れたし、わーい、すごい。やっぱ普通のモンスターより、跳躍力ありそうな雰囲気あるけど、どうなんだろう。で、あとま、ここら辺にいる敵もね、レベルが上がったことによって、ある程度倒せるくらいまで、こちらも強くなったんじゃないかなって思ってるんで、まあ、結構意外と余裕でいけるんじゃないかなと、鷹をくくっているんですが、どうでしょうか。ただ、あっち側多分ね、いけると思うんだよね。このクイーンスライムの跳躍力も合わせれば、どうなんだろう、上がってんのかな。まあ、とりあえずいけるまでカットでいっかなと思ったんだけど、なんか宝がありそうですね。あれ？そうだよね。この光り方。これジャンク品の方か。あー、うま。シンプルなうま。で、待って、ここら辺に、別のとこにあるよね。こんな近くに2個埋まってることあんの？さ、ということで、本当の、トレジャーシーンはこちらということで。誰？誰だおめえ。わからねえ。
テリーかなくらい、なんか剣持ってたからテリーかなくらいのすごい浅はかな考えしかできなかったけど、じゃあちょっとあっち行きますか。僕ら、今の僕らだったらあそこなんて余裕で行ける。前回はねちょっと厳しいところがあったけれども、今回だったらいけるかな。あ、いけそうだね、さすがに。うん、よし、これはさすがにいけるでしょ。オッケー、あ、ギリギリちょうどかな。よーし、ナイス、素晴らしい。こんな綺麗に。いやー、さすが、お、なんか早い気がするけど、これは単純にあれかな、さまよう鎧が遅かったわけじゃなくて、ちっこいから早く見えるだけ。いや、でもなんか早くない、なんか前回のさまよう鎧よりめっちゃ早く感じるんだけど、まあ、いっか。で、こんにちは。いやー、どうも、僕はトラム、姉も親衛隊のルーキーさって言ってて、そう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 、あ、なるほどね。今ちょっと飛ばしちゃったけど、さっきみたいな感じで、アニマ親衛隊の人に、そうか、調査を手伝ってあげるのか。なるほど、三つある。はい。砂なき荒野とマスカル、あ、大風穴ってさっきのとこ？で、最後がテイリア氷結島。テイリア氷雪島って、ここじゃないんかい。なるほどね。あー、了解です。頼んだよ。まあ、そんなことは置いといて、これで生き物と修復できんじゃないの？なんかまだ足りないのあるかな？あ、デビル、デザートソイルと、ゴーレムがあるんかい。でも確かさ、ゴーレムってここにいたよね。だから、ここにいるゴーレム倒せば、一応、いけるっちゃいけるんだけど、お宝はあっちか。了解です。ここに多分いるはずだよね。ちょっと呼ぶか。おい、あ、いない？いるよね、ここ、ほら。おい、ほい、ほい、いけいけいけ。ずるい！先制攻撃です。しかもなんか、やってくれてる、ルボルンがすごいいい感じに。いやー、いやでもいけるいける。いいぞ、よし、来た。ただ仲間にはならないか。あー、スカウト玉使うべきだったか。でもいいね、こんな感じでいけるんだったら全然いいよ。他のやつらも行きたいな。ドラキいるんかい。はい、ドラキに邪魔されながらも次のお宝はこちらですと。さあ、なんだ、やったぜ。うーん、なんか見たことある、なんか見たことあるぞ、あいつ。わかる、わかるんだけど名前が出てこん。見たことはあるんだ、僕。いや、みんな強えな、なんか。なんか、強え強え、やっぱりクイーンスライムが強い。クイーンスライム最高だ。戦闘要員と探索要員っていると思うけど、戦闘要員パで行くんだったらクイーンスライム今、マジで筆頭候補って感じだな。素晴らしい。クイーンクラッシュってやばいな。さあ、続いてのお宝はこちら。わからん、シルエットだけじゃ。まあ、知ってるキャラなのかもわからんけど、知ってるキャラだとしてもわからん。なにこれ、マジでわからん、マジでわからんもんもらっちゃった。あ、もしかしてさ、ここ整形ルート。あれ、ここダンジョンかなって思ってたんだけどさ、こっからさ、いろいろ巡り巡ってこっち来たけど、ほら、あっち今見てる方向から歩いてきてっていうのが正規ルートなのかな。つまり今見てる方角がいわゆるここなわけでしょ。このマドラガン、なんかなんたらかんたらみたいな、ここを通ることによってこの右側に行くっていうのが正規ルートの可能性が出てきた。こんな上から行くのは普通じゃないのか、もしかして。あ、あった、あれじゃん。あれ、あのツナマンとベニーシャが作ったっていうあれじゃないの。パチンコで打ってねっていう、10個打ったらなんか報酬くれみたいな言ってたやつ、あれだ絶対。これじゃあ打っちゃおう。ここで多分いけるよね。はい、よーし、オッケー。あとこれを9回くらい続ければいいって感じか。あれ、こんなところに取り残しがあった。前回全部取ったと思ってたんだけどな。ここにまた、たちょっときついけど、ちょっと回収だけさせて。今日バギの間ありがたい。やっぱり回収するべきだった。で、これも回収して、ちょっとこの子た、え？強くね？なんかいけてるぞ、意外と。いけるいける。ちょっと待って。これだったら、うわ、ドクロ大臣も、不意打ちしたかったけど、あ、でもこれ、待って待って待って。みんな待ってくれ、みんな待ってくれ。みんな待ってくれ、みんな待ってくれって。違う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 。いける。選んでおい。よし、オッケー、もういいよ、みんな。やってくれて、全然オッケーです。え、うー、来た、頼む、よーし、ドクロ大臣来た。みんな逃げてもうダメです。みんな死んじゃう、このままじゃ。何これ、え、これレプリカかな。あ、なんだ、お宝、え、今お宝なの、普通に手に入れたんだけど。え、そんなことあんの。なんかレプリカが回収できるみたいな話あったから、それかなって思ったんだけど、違うのか。あ、
出た。あ、これでここに繋がるんだ。なるほどね。やっぱりここからこの穴通っていくのが正規ルートだったんだ。今までどういう生き方してな、本当にお前は。あ、てか待って、ここら辺お宝あんの？いや、でもさすがにサンドワラダーは今戦うのきつい気がすんな。逃げるぞ、お前ら。逃げろ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 。こんな奴と戦っていたら命がいくつあっても足りやしない。おっと、なんかあるじゃないですか。ちょっとみんな時間稼いでほしいな。はい、次のお宝は何ですか？巻物にしか見えん。はい、そしておそらくラストのジャンク品、こちらなんですか？これは何なの？わからん。デブってことしかわからん。デブってことはなんとなくわかったわ。あ、なんかあった。あったぞ。あ、いやいやいや、これじゃなくてちゃんと石ころに変えて。はい、よーし、オッケー。あと8個かな。よし、じゃあせっかくだからここでマーちゃん5分でも仲間にするイベントをやっていこっか。こんにちは、マーゴムさん。なんかあれなんですよね、商品がないとか言ってませんでしたっけ。そうですよね、用意商材何も見つからない。商材揃えてお店開く場所探す、私諦めない。いいところがありますよ。無言、あなた旅人、私マーちゃん5分ね、あちこち行商している。今商品何もない、あなた買い物できない。無言、買い物違う、頼み事があるなら聞く、お店やって。無言語、私お店開きたい、あなた場所くれるのか。だんだだん、そこでお店やっていいのか。でもこのままお店できない、私の頼み聞いてほしい。そう、そのたびに僕は来たんです。探してるもの、漬物石あったっけ、なんかある気がする。で、パスカルトやセラック火山島、あ、ちょうど次回行くとこじゃん。で、お店開ける、なるほど。え、そんだけ、あ、でも持ってないのか。じゃあ、あ、持ってる、あげるあげる、全然いいよ。あ、1個しか持ってない、ちょうどあげる。はい、ゴーレムに漬物石を一つ渡した。ありがたい、これとても欲しかった。私約束守る。いいの、お店開く一番簡単。あー、いいの、あー、もう仲間とかいらないんだ、全然。私約束守る、めっちゃいいやつ。それに比べてスラベコはめちゃめちゃ要求されたもん。ただの素材だけじゃなくて、さらに仲間まで。あいつ仲間にしてえな、ゴーレム。おめえ仲間になんぞ、おい、おめえ仲間になれ。よらー、いける。あ、ルボルンがやばい、ちょっと HP。 大丈夫、よーし、仲間になった。ルボルンの HP 本当に大丈夫、怖いんだけど、不安なんだけど。死なない、いや普通に死にそう、普通に死にそう。一気に決められた、死ぬ。ルボルン死なないでくれ。 OK、 あ、まあ、死んでもむしろ死ぬことで回復できるから、まあ、別に問題ないか。 OK、 でゴーレム仲間になったんで、あとはいろいろ素材回収すれば次回あたりは列車復旧できるんじゃないか。はい、オッケー。よーし、サンドフルーツやっとゲットできた。やっとか、マジで全然なかった。いや、ここでサンドフルーツ2個ゲットできたんで1体くらいは仲間に、あ、3個 OK、 これで2人分ゲットできたかな。いやー、東大元暮らし、まさか1個目の駅にあるとは。他のところで全然見つからない、見つからない、本当に。帰ってきたぜ、帰ってきたぜ。さて、これで、いや、仲間もすごい増えてきたね。すごい賑やかだ。で、お宝鑑定しに行きましょう。ちっちゃいやつがいっぱい並ぶのかな、この感じ。で、そうなのよ、冒険者の像みたいなやつがいっぱいあるの。なんだろう、あれチャボスとかかな。あ、やっぱそっか、馬か。あの、ドラクエ8の馬だよね。美しき馬の像、多分。あー、やっぱそっか、ミーティア姫が呪いで馬にされてしまった像、姿の像。やったことないけど知ってるわ。いや、ドラクエ8もやりたいんだよね、実際のところ。あ、来た、レジェンドだって。ドラクエ8、8くんだったんだ、これ。8シリーズってこと、来た、激発、レジェンドってすごくない。うわー、550、次元が違いすぎる。え、これ備品なのかな、どうなんだろう。あー、でお前、そうそうそう、石板案内人の像、そう、これドラクエ7の 3DS バージョンで出てくるキャラクターだと思うんだけど、僕あのプレステ版の初代の方やってたんで、知らないんだよね、このキャラクターいるっていうのは知ってんだけど。なんか石板の場所が初代だと全然場所が分かんなくて、なんか積んじゃう人とかめっちゃ時間かかっちゃう人とかがいたから、
リメイク版だとこのキャラクターが教えてくれるみたいな感じなんだけどっていうね、なんか初代は出てきてないキャラクターなんで知らないという。16万か、あ、ジョーカー3の主人公じゃん。あ、その3ってそういうことね。おお、150万、いやこれもレジェンドだろう、主人公なんだから。仲間にしたモンスターと共に過去を探す少年の像。いやそう、これドラクエ3、ジョーカー3の主人公で、なんか右耳か左耳かになんか変なつけてんだよね。そうそうそう、これでなんかスカウトサーチみたいなことしたりしてた気がする。オッケー。でマスターハンドさんマスターハンドさんじゃん絶対。いやマスターハンドさんじゃんやっぱり。え、なにこれ、こんなんいたっけ。ハンドの像、世界中のモンスターをつまみまくった手袋の像。あ、そういうこと。あ、これなんかのゲームのあのプレイヤーの手ってこと、ハンドの像って。多分そういうことだよね。あー、なるほど、つまんでるもん。あ、やっぱ書だ。なんだ俺、これは、あ、悟りの書。なるほど、104。え、なんか今回めっちゃ高くない？これ悟りの書って、なんだっけ、悟りの書ってなんかあったの覚えてんだけど、なんだっけ、なんかあったよねこれ。なんかあった気がする。で、あ、やっぱチャゴスか。そう、チャゴスっぽいなって思ったんだよ。12万、安っ。レジェンドと比べて安っ。ドラクエ8シリーズ多くねっていうか、なんか、とてもわがままでトカゲが嫌いなサザンビーク王、サザンビークの王子の像。オッケー、天下一品なんだやっぱり。うわー、792万。いや嬉しいなこれ。で、備品もいい感じにあって、いやジョーカー3でも天下一品じゃないにしろ230万結構安いんだね。で、高級なマスターハンドと備品のミーティア姫とチャゴス普通回。なるほど、悟りの書高いな、普通で200万。これワンチャンランク上がったんじゃないの。絶対上がったよね。来た来た来た、ランク6はいかないけど来た。一発でこのエイト君のおかげで一気にいったわ。で、多分ランク6はいかないよね。ランクが上がりましたよ。評価額がアップ、マイトレジャー置ける数アップ、ピックアップの数アップ。ピックアップってなんだっけ、ピックアップってなんだっけ、あれかな、行く前になんかここにはこんなお宝がありますよってたまにあったけど、あれかな。で、350万だから半分くらいか。あ、でももう結構次回あたりで下手したらいけそうだな、今回みたいな天下一品が一個でもあれば。いやこれ嬉しいな。ただこれじゃストーリー進まないよね多分。次の目標はランク6だから。あ、まだあるんだ、いいね。ダンダダンもお宝もだいぶ集まって立派になったわね。ダンダダンの名前もこの調子でお宝を集めれば広まっていくわ。団員もたくさん集まってきてさらに大きな団になっていけるはずよ。でも僕らのことが知れ渡ってくると他のお宝ハンターも黙っていないと思う。まあギンギーな空賊団を筆頭としたね。あ、これそういうことか、今ちょっとピンときたわ。そう、このゲームってなんか襲われることがあるらしいんだよね、拠点が。それのことかな、お宝を奪いに来るかも。もしもの時は頼んだわよ二人とも。あともう一個なんか探索中にも襲ってくることがあるらしいから、そこら辺が解放されたってこと。めんどくさいことなってきたな、そう考えると。ダンのことはいいとして、七つの竜石の方はなかなか集まらないわね。そうだな、これじゃあいつになったら帰れるか分かったものじゃないわ。ブブ。でもここで冒険もちょっと楽しくなってきちゃったかも。あたいだって二人と宝探しをするのは悪くないなって思ってるのよ。しばらく付き合ってあげてるつもりだけど、七つの竜石探しを忘れないでほしいわね。ちょっとツンデレみたいな、素直なツンデレ、なんか矛盾してるみたいだけど。それじゃあ今日はゆっくり休んで明日からまた頑張りましょう。おう、いいね、この4人もちょっといい感じでチームワークができてきた感じがするね。で、お宝を狙う。来たよ、呪われてます。完全に BGM が。マヤたちのお宝を狙ってライバル団が襲いに来るようになった。これからはお宝探しの時や本部島に帰った時にライバル団が襲いに来るので注意しよう。嫌だなー、もうどこも安全じゃないじゃん。じゃあ本部にいてもそんなことなんの？あ？ダンキクエスト、ライバル団を倒し旗を奪おう。あ、そういうのもあんの？面白そう。はあ、ああ、これもちょっと次回以降やってみるか。まあ、とりあえず今回はね、時間長くなっちゃったんで、ここら辺で終わりにしようかなと思います。
あとそっか、あ、まあ、これも次回やるか。ね、まーちゃんごむんねが来てくれたと。で、あとお宝をちょっと一個ね、設置したいんで。まあ、これはもう、一個に決まってるよね。そう、主人公の像。これで、決まってる。792はやば。で、もう一つの方は、まあ、ジョーカー3の主人公にしとくか、じゃあ。これでいこう。もしかしたら備品からアップする可能性もあるよね。そして、真ん中がいっちゃいしょぼい。8。8つながりでいいけどね。これ、姫君とウケコンと8が隣に並んでるっていう。いや、かっけえなー。で、これがシンプルなカード。あと、そうだ。ちょっと、ぐだぐだやっちゃって申し訳ないけど、最後にね、一個あれ忘れてたけど、やらなきゃいけないことあったよね。そう。デルモかクラウン、どっちか仲間にすること。デルモ仲間にするか、じゃあ。これで、いける。サンドフルーツもちゃんとあります。一緒に頑張ろうな。きた、これも次回以降使えるのか。え、なんか、え、声高っ。なんか機械っぽい。私は頑張りますみたいな感じかと思ったら、ティアーみたいなこと言ってなかった。デルもいいねー。で、あとプラスクラウン、彼も仲間にできるわけ。きたー。これで一番欲しかったキャラが仲間になった。キングスライム、プルプルしてる、プルプルしてる、クラウン。ってことで、まぁ、ちょっと裏でね、探索とかするかもしれないんで、その時に使うかもしれないけど、まぁ、とりあえず、この子たちを次回以降も使うことになるって感じになるかなと思います。ということで、今度こそ、ここら辺で、今回のパートは終わりにしようかなと思います。んで、次回は、今回の序盤の方に言っていたんだけど、なんか火山島に行けば流石があるらしいので、まぁ、流石ゲットするかわかんないけど、そこの探索を次回以降はやっていきたいなと思います。それじゃあ今回はここまで。バイバイ。